アリューシェ、よし。そう、確かこの像の台が勇気だった気が。やっぱりあった。そのかけらには絶望の記憶が宿っているわ。人間に心臓を刺された妖魔の絶望がな。お前はこの像のモチーフについて何と聞いている？確か襲いかかってきた妖魔の心臓を一突きにした女性だったはず。本当は違うのよ。無抵抗の妖魔が殺されたの。なんでそんなことが？この像のモチーフとなった妖魔と女性は愛し合っていた。世間はそれを認めなかったわ。たくさんの誹謗や中傷が二人を襲ったの。中には実害を被る者もあっただろう。そして耐えられなくなった人間は。こんな世界では生きていられないわ。行きましょう、二人だけの世界へ。これはその瞬間を形にしたものだ。勇気という題をつけたのかしらね。アリューシェ、どけ。いいぞ。いいぞ。よし、アリューシェ。
これだな。見つけたようね。そのかけらには決意の記憶が宿っているわ。世界を滅ぼすと誓った妖魔の決意がな。世界を滅ぼす、一体どうして。どうしてでしょうね。いいぞ。いたぞ。ずいぶんたくさんいるな。あの邪妖たちは数年後山に火を放つ。いくつもの村が炎に飲まれ、多くの人が死ぬ。一体を逃すな。よし、まとめて片付けるぞ。とどめろ。よしよし、いいよ。こんなもの、こんなもの、起きた。行くぞ。ああ、おい、これで脱出。アリューシェ、
アルシェ。解除完了。ベルーシカと一緒の戦闘もだいぶ様になってきたよな。嬉しいか。どちらかというと楽しいかな。楽しい。俺も楽しい。私に聞かれてもな。戦うならお前と共にとは思う。これは楽しいなのか。難しいな。でもいい感情だとは思うよ。いい感情。嬉しい、楽しい、幸せ、気持ちいい気分になるのがいい感情。悲しみ、怒り、絶望、嫌な気持ちになるのが悪い感情。そうか。ならこれはいい感情だ。アルーシェと戦うのは気持ちがいい。そっか、私もだよ、ベルーシカ。
ルシェ。アルシェ、よし。
報告。力を磨いた。足手まといにはならない。
しい汎用の力。強くなったぜ、ご主人。